どうもおはようございます。ナッチでございます。11月の1日日曜日です。今日はね、朝の4時半まで生放送をして、そっから寝て今朝の9時ぐらいです。早起きでもねえな割と寝てるな。11月になったということはチャレ談が更新されております。今月のチャレ級は星5以下です。シンプルにきついやつ。ただ貴族生にはリオレイヤっていうね、破格のキャラクターがいるんで、こいつを生かしていきたい。ただまあ闇属性でまともなやつがいなかったんで、リオレイヤーを2枚編成して闇なしです。デクの倍率が3色以上なんで、まあ闇以外消していけば一応できなくはないですね。5色必要とかではありません。で、相方炭治郎です。攻撃タイプにパラメータ補正かかる上に15秒後手、これは素晴らしい。ちなみにガドブレは腐ります。溜まっていない。スキブが意外と少ない。なんだこれ、なんか魔老みたいな、マローでいいんだっけ、そんな感じの中身をしてますけど。いや硬そうだな。なんかまずこいつ硬いだろ絶対。このターゲットされてるやつガードブレないんだぜ。とりあえずデクで延長か。延長はできまた固定ダメージあるよ。ワンチャンない、ワンチャンしかなくない。一旦デクで延長。回復ないのも怖いしね。打ってみますわ。固定ダメージ50万あったらいけるんちゃう。素晴らしい、超根性すら貫通。そしていい陣が飛び出しますと。これでも倍率は出ますからね。あ、そうか、15秒固定だからか。まあ、延長いらんじゃん、バカー。何のための炭治郎やって。誰よ15秒固定素晴らしいとか言っとったやつ。10コンボ強化入っていく。いいよ、今んとこすごくいいよ。おい、火属性になんなや、ペンギンちゃん。なんでそんなことができるの、どうしてそんなことができるんです。いや15秒後って素晴らしい。これ今までもなんかさ、デクでさ、こういうダンジョンね、安定って言われてきましたけど、炭治郎が加わったことによってね、短縮怖くないのはいいですよね。10コンボ強化入っていく。オッケー、難なく突破ですよ。で、しかも威嚇が2枚ある安心感ね。覚醒無効、覚醒無効。おーっと、待て、それはやばい、それはやばいっす。これはあ、デック残しとくってことか。1回のプレミですねこれはね。覚醒無効が解除できますし、威嚇もなんなら入るんですけど、陣がない。これは陣内智則なんで、一回出ますか。負けちゃうね、さすがに。あ、でも15秒固定だからさ、ルーレットいじってどうにかするってことも不可能ではなかったかな。わかった。立ち回りはもうわかった。2階がどうなるかわかんないけど、あの後。2階の半分ぐらいまではなんか行けそうよ。てか2階も超根性あったよね。その3階層に見せかけて実は6階層ありますみたいな。やめません？なんかこのダンジョンはログイン炭治郎強いだろうみたいなさ、そういう意図を感じるよね。炭治郎使えよって。やったんだからさって。そういうメッセージ性を感じますわ。10コンボなかったけどいけます。素晴らしいですね。で、ここでデクがあるから大丈夫と。威嚇しようかな、どうしようかな。リオレイヤー2枚あっても多分しゃあないし、延長が溜まっちゃうんで、延長このパーティー必要ないってこと分かったんでね。ここは威嚇からのデク。どうしよう、多分さ余裕だよね。まずは覚醒無効だから一旦適当にやって、まあ、後半はね、火だから分かんないけど、前半余裕と信じて、ちょっと、貯めますね、スキルを。ルーレットも消したいしね。で、行きましょうか。やはり余裕だ。10コンボなくても普通に減りますね。いいですよ。良くないですよ。何やっとんの、そんな両方体勢積んどるわけないやろ。
あ、でもあれか、フェンリル的なスキルを持ってきたら対策はできなくはないか。まあこれが今後鬱陶しかったら考えましょう。なんだかんだいけるんじゃねえのこれも。はい、あざっす。さあボスです。なんだかんだこれセリカのキラー生きてますね。孫権ですね。7×6 にな、あ、幼遊パターン、お前もしかして幼遊的な存在か。シュートスタイルが使えますが別にする必要もない。威嚇は通らない。とりあえずは殴ってみようの回ですね。10コンボ強化は間違いなく発動するでしょう。何気なく言ったけど、とりあえず殴ってみようの回なんて入会したくないよな。ああ、終わったな、こいつ。バカやったわ。バカやったわ。攻撃炎波だったのに貴族炎波に変えちゃったわ。まあ、問題ないよね。対して。はい、お疲れ様でした。これは何なんだ？何が強かったんだ？単純に炭治郎デクが強いのか、リオレイヤーが意外と頑張ってるのか。いやでもレイヤー頑張ってるよな。キラーゴリゴリ入ってるしな。しかも弱点つけますよと。まあ大国の後半は辛いかもしれませんけど、セリカがついてるんで攻撃体力回復神ね、プラス7コンボと10コンボ、さらに弱点。あいつのタイプなんだ。もうやば。全部入っとるやん。そりゃ行くわ。なんならエンハンスしなくてもね、いけた可能性までありますね。いや、素晴らしい。まあ、こんな木染めでいけるってことはきっと皆さんなら簡単なはずです。もしちょっと火力厳しいよって方がいたら、リオレイヤーをおすすめします。威嚇もね、1、2回は通りますし。この忍の武器が完全上位互換ってね、言われて、リオレイヤー株が下がっていましたけど、本人がまだいける。本人がまだ強い。ぜひお試しください。以上、チャレダン Q でございました。バイバイ。